こんばんは。今日も見てくださりありがとうございます。今日はカレーピラフと手羽元唐揚げの夕飯です。カレーピラフの分量ここに出てます。で、具材はお好みで何でも OK です。ただお米の量を超えないように具材気をつけてください。で、お鍋にオリーブオイルを熱します。で、お好みの具材を炒めていきます。具材全体に油をなじませます。で、全体に油がなじんだら、あらかじめ洗ってザルにあげておいたお米を入れます。で、お米にも油がしっかりなじむように炒めていきます。で、全体に油がなじんだら、水、顆粒コンソメじゃなかった固形コンソメを入れます。で、固形コンソメがなかったら顆粒コンソメでも OK です。で、こうちょっと混ぜながら沸騰してくるのを待ちます。で、沸騰したら塩コショウを入れ全体を混ぜます。で、カレールーを入れて蓋をして弱火で10分炊いていきます。で、10分後炊き上がりました。炊き上がったらまたこのまま10分蒸らします。はい、蒸らし終わりました。で、オープン。で、カレールーがこう固まってるので全体になじむように混ぜ合わせていきます。で、この時にお米をこう、なんていうんだ、切るようにシャカシャカシャカってしていってください。で、しっかり味がなじんだら出来上がりです。で、手羽元から揚げはご飯がカレーピラフだったので、あっさりシンプルに塩コショウだけの調味です。軽く片栗粉をまぶして180度の油で揚げていきます。で、ストーブで揚げるときには蓋をします。ピーコーピーコー言ってる。ピーコー言ってますね。で、ボコボコ音がするけど大丈夫です。で、一回蓋を開けて様子を見て、骨付きなのでいつもより気持ち長めに揚げます。で、また蓋をします。カラッとジューシーに揚がりました。
で、今日はワンプレートで夕飯にしました。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。インスタもやってるので、よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、バイバイ。